ニキニキニキゴルフチャンネル、ニキゴルフ甲府店吉水です。今日もよろしくお願いします。ニキゴルフ田園調布店の飯田です。こんにちは。加盟店の黒沢です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ゴルフ場に呼び出されましたが、はい、ここは室内ではないですね。はい、外ではないですね。初めての。はい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 。外で開放的に、はい、あ、やらせてくれるんですか、ゴルフは。はい、いや普通にやりたいですけど。もうね、今日ゴルフ日和なんですよ ね、完全に。いい天気ですけど。はいはいはい、勝負。やばい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 。はい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 、六本。はい、おお、はいはい、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 よし、なるほど。はい、はい、はい、優勝者決めたいと思います。おお、なんかくれるんですか。フェアウェイウッドじゃないですか。はいはい、このゴルフ場のプレー。おお、やった。おお、プレー券ゲットで。ゲットで、よし。あ、本当ですか。どうぞ。あれですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ちょっとやる気出てきましたね。いやいや、もう僕はもう来るときからやる気。あ、そうか、ゴルフ場に来るって。いやいや、まあまあまあね。ちょっと勝負の内容がちょっと分かんないですけど、何も聞かされてない。怖いですね、なんかね。はい。はい、よし。はい、わかりました。行きましょう。お願いします。お願いします。チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。ということで、はい。1本目の勝負。はい。はい。発表いたします。はい。飛び系アイアン、はいはいはい、ドラコン勝負。よっしゃー、飛び系でドラコン、はい、ドラコンやばい。いつもシダで、はい、まあ、このアイアン飛びますね、はい、結構データで出るじゃないですか、はい、いや確かに。ただコースで実際どれが一番飛ぶのかというのを、まあ、見せてほしいなということで、いきなり今回3種類、はい、ご用意いたしました。確かに、ね、なんですか。プロギアとテーラーメイルとヤマハの、あ、全部飛びますね、はい、確かにね。これは飛び系の話題全部使えますね、はい、ただ、まあ、3本しかなくて3名なので、はい、ちょっと抽選ですか。抽選ですか。そうだよ、はい、それで序列で、じゃあ一応ですね、クラブにそれぞれ番号を送るのを売ってます、はい、1、2、3、あ、本当だ、本当だ、つけてますので、はい、これをちょっとルーレットやっていただいて、はい、お、これ重要ですよ、はい、誰から、ゴルフ代かかってますよね。どれ選ぶか、ちょっと悩むな。どれ選ぶかな、はい、こんな感じでルーレット作ってます。おお、はい、じゃあ代わりに僕が回します、はい、で最初黒沢さんからいきます。はい、2番のクラブです。ああ、そういうこと。はい、黒沢さんはこちらです。プロギア、プロギア、おお、プロギアか。はい、じゃあお待たせします。これいける、これいける、これはいける。次、飯田さん、ヤマハでしょ、やっぱり。ちょっとやっぱりドラフト1位、ヤマハ。1巡目選択希望戦ですか。取りたいね。3番のクラブです。3番、はい、あ、違う、これ来た、ヤマハだ、ヤマハだ、ヤマハだ。おお、いい、これなら飛ぶよ。はい、じゃあ、吉水さんの余ったやつね。いや、あ、そうそうか、ルーレットしてないもんね。いや、でも、僕これ取って、あ、僕取ってますもん、これ。あ、グロ、あ、僕グローレイケメンね、大好評してます。あ、そういえば、あ、あれ取りました、取ったよ。うわ、やっぱそうなる。俺撮ってない、俺撮ってない、これじゃあダメだ、ダメダメかな、これ愛着ありますよ、僕が撮りましたもん、これ、はい、タイトル、早速、はい、ドラコン勝負、はい、お願いします。お願いします。はい、行きます。1番手、1番手、いただきます。はいはいはい、白いボールで、はい、はい、白で行きます。はい、ボールはみんな一緒、はい、ボールはみんな色が違います。はい、あとシャフトも皆さん一緒なので。いや、そうそうそう、あの身長、体重ほぼ一緒なんで、ね、はい、確かに。アイアンで言うとないから、なんかちょっと変な球ってそんな気がしならないけどね。いやいやいや、よし、わかりました。はい、お願いします。お願いします。ベテランの技が出るの。いや、ないよ、そんな。おお、ちょっと右、ちょっと右、
まあでも一発目ですから、ね、まあ一発目ですからね。結構ね、力みいやいや、力み飛ばそうとね、これでかかってますから。97これでかかってますから。次入れてですか。次は、はい、いやでも多分悪いあたりじゃないです。ちょっと右です。はい、じゃあいいな。はい、僕黄色で、いきたいと思います。さっきドライブスター今一番飛ぶとあるヤマハドライブスターの7番アイアンで、本命なんですか。あとは、はい、NS の8ゴマですね。はい、行きたいと思います。お願いします。さっきが197、僕の1球目ですか。はい、普段7番どのくらい、170弱ですか、60ですか。そうですね、160ちょい。本当同じぐらいだと、みんないい勝負になりそう。いい勝負、よし、5ポイント狙いに行きますから、ね、ちゃんと当たるかどうかの勝負じゃないの。そこだな。行きますよ。あ、やばい、ちょっとフックしたけど。あ、いや、フックの方が飛びます、ね、あ、飛んでる飛んでる。いや、フックの方が飛びます、ね、あ、飛んでる。うわー、フェアウェイじゃん。わー、行ったんじゃない、行ったんじゃないですか。わざとフックわざと、いや、わざとちょっとフックが飛ばしに行きました。やばいぞ。213。おーい。吉水は赤いボールで、クラブは、前の動画でもお勧めしたステルスのグローレ。自分でお勧めしてますからね。飛ばなかったらおかしいな、これ。ちょいトップが一番。ちょいトップが、いや、ちょいトップか、ちょいフック。誰が汚い。インテンショナル汚いフックで。おお、あ、でもこれは、あ、これはちょっと後悔だ。ちょっと怪しい。あれあれ、あー、ごめんなさい、カツ、木の音、いい音した。いや、やっぱね、カート道路使うパターン。あー、そのパターン。ごめんなさい。いや、記録なし。これ1回目だとすごい。これ、ね、2巡目だよ、これ、泣いても笑ってもこれでってことですね。これですね。ね、213です。213。お、いきます。はい、はい。お、あー、これもやっぱりいい当たりだった。いや、いいんだよね。いい当たりでしたよ。やっぱりね、飛ばしに行ってますね。みんな力むね。いや、でも当たりはいいです。負荷で。はい。結構芯食ったよ。芯食ってた。いい音だったな。じゃあ2球目、イーダー行きますんで。はい。今年1振ってください。これちょっとね、もう僕は置いてるんでね。1回。ちぎれるぐらいです。ちぎれるぐらい。13があるから。よし。飛ばしますよ。行きます。うわこれナイスボールだ。ボールは食ったよ。これいった。ああ、これは振った。うわ。ほらほら、いった。いや、ヤマハか。ヤマハ。おえー。いや、飛びすぎ。いや、これすごいね、本当よ。いや、音いい。あの人たちがビビったらそのぐらい。そうね、そうね。カメラマンさんが。ちょっとフォローか、ね、そう、風がね、そう、右から来て、僕実は知ってたんですよ。みんな引っ張ってるけど。さあ、来た風。うわぁ、これまっすぐだよ。行ったよ。これで越えなかったら越えない。おお、行ってる行ってる。結構赤い球目立つね。赤い球見える。確かにいい勝負じゃないですか。今これいい当たりですよ。早っ。あれ雑あれ。だって測定の人が前に、すごい手前に来てるよ。前に走ってきたよ。あ、じゃあ終了でいいですか。はい、イエーイ。それだ。2位じゃないですか、僕。あ、2位ですか。あ、そうか。そうだ、まあ、これそうか、順位も重要だからね。そう、はい、積み重ねですか。アイアンドラゴン、うわ、ヤマハ対決1位はヤマハです。わー、すごい。さすがやっぱ1巡目でドラフト1位ね。やっぱり2位が2位、グローレです。危ない、測定なしに、ね、モザイクをかけなきゃいけないところ。確かに測定なしだったらね、モザイクだったら。3位は残念ながら、はい、プロギアの03でした。はい、はい、じゃあ面白いな。1位が5ポイントですね。はい、じゃあ3ポイント。下が1ポイントです。はい、じゃあこれが最後、なんかちょっと競ってくるかもしれない、ね、確かにこのポイント数ね、大事ですからね。じゃあ次の対決いきましょう。はい、行きましょう。はい、